皆さんこんにちは、花丸帝国です。今回も一緒に遊ぼうコウペンちゃんやっていきたいと思います。パート3ですね。前回は屋根裏部屋に行けるようになったところで、終わったと思うので、今回は続きからやっていきたいと思います。じゃあカフェ行こう。続きから。アデリーさんいるかな。コウペンちゃんは今どこにいるでしょうか。予想は、いろりんところだね。いろりのところにコウペンちゃんいる気がします。お、おーす。よー、アデリーさん。おーす、いらっしゃい。さあさ、こっち。これ大丈夫かな？なんかイヤホンで今音聞いてるとすごく音割れしてる気がするんだよね。大丈夫かな？心配だ。サービスの品。おー、これはまたトーストの上にバター、シンプルに美味しいやつですね。これ大好き。へー、蜂蜜とかも乗ってるとなおいいな。大丈夫か、大丈夫か、ちょっと怖いな。僕ね、パソコンがなんか調子良くないんだよね。そこまで古くないし、容量も全然使ってないから、コア的にもね、 CPU 的にも大丈夫なはずなんだけど、なんかカクカクしちゃうんだよな。なんでだろう。よし、じゃあちょっとすいませんでした。アデリーさん、とりあえず話しかけよう。お、どうした。はい。あ、これはもしかして畑いじりに興味があります。庭に大きな畑があるんだけどよ、よかったらやってみねえか。ぜひぜひ。わー、新しいミニゲームで遊べるようになりました。アデリー畑の収穫日和。いいね、これ楽しいですよね。アデリー畑、アデリーさんはね、アデリー畑を自分で作ってるんだよね。自分で種まいて収穫して料理までしちゃう、すごいな。何が書き終わった。あ、今日のおすすめを毎日書いててな、気が向いたら見てくれや。そうですか。今日のおすすめって、遊ぶとちょっとお得にご褒美がもらえるミニゲームを紹介しているよ。そうか、花丸スタンプと四つ葉がもらえる。日替わりでそういう、まあ特攻ボーナスみたいなねのがつくみたい。今日は何だろう。じゃあ今日のメニューは何でしょうか。あー、今日のおすすめはモヤモヤやっつけバトルがねをプレイすると、通常よりもスタンプがプラス1、四つ葉がプラス2もらえるってことですね。ありがたい。じゃあどうしようかな。なぜなぜここに飛んだ。ちょっと待って、コウペンちゃんはまず黒に戻して、あ、そっか、今日のおすすめのあのカフェのメニューから一発で飛べるんですね、そのミニゲームへ。そっか、その機能は初めて知ったな。お、お、ちょっとレアなものを見てしまいました。嬉しい。じゃあね、じゃあここ行こう。新しく追加された、あ、やっぱりいろりのところにいた。屋根裏部屋ね、エナガちゃんだ。初登場ですね今回。じゃあちょっととね、コウペンちゃんにも会いたいけど、エナガちゃん行こうか。あー、懐かしい。む、何やつ、すごく警戒されていますね。横島エナガさん、邪悪に憧れている島エナガさん、ザボテン、あ、違う、サボテンのジャボテンさんが眷属。はあ、来た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 。来た来た来た、かわいい。歩くの遅いね。ああ、貴様と愚かなる幼き鳥か。ああ、そうかそうか、貴様っていうのは僕のことかな。一応もう面識はあるんだね。会ったことあるのかな？会ったことある設定なんだろうか。ふん、やるな。よくこの場所が分かったな。
我の右腕に貴様らをこの邪神のしもべとして認めよう。ありがとう。好きな時に来るがよい。いっぱい来て。いっぱい来るよ。何十回と来ることになるだろうか、ここには。ありがとう、横島えながちゃん。あー、積み木で遊んでる。積み木っていうか、車かな。お、こんな感じでね、ここにね、四つ葉があって、これをね、日替わりなのかな、毎日、今日はあと6個って感じで、こうやっていっぱい取っていくことができるんですね。多分日付をまたぐとまた更新されて、またリセットされてね、また7個拾えるようになるんでしょうか。ああ、また出した。いやー、これはずっと見ていたくなります。ちょっと話しかけてみましょう。おー、なんか暑いって。いや、屋根裏部屋は暑いでしょう、今の季節。大丈夫？今、止まらなかった？ちょっと心配。まあいいか。こんな日はアイス食べたい。じゃあ、エナガちゃんの。どうした？貴様には闇の波動。エナガちゃんの必殺技は闇の波動かな。この邪神の力は解くと見るがよい。闇の波動鉛筆倒しで遊べるようになったよ。やってみましょう。じゃあこれは何回やったか分かんないけど、貴様と戯れてやろう。遊んであげましょう。じゃあエナガちゃんと、うん、行くぞ。鉛筆倒し、これ難しいんだよね。いまいちコツが分かんないんだよな。これどうするのが正解なのかがわからないんですよね、鉛筆。よし、じゃあ黒いコーペンちゃんで行こう。ゲームスタート。ジャンプ、 Y ボタンでね、風を貯めて Y ボタンで送るだけだからね。操作はすごく簡単なんだけど。闇の波動、うん、やってみたい。こんな和室いいですね。やってみたい。愚かなる幼き鳥よ、貴様では無理だろう。えながちゃんに気に入られた。じゃあ倒してみせましょう。Y を長押しして、で離すと風を起こして、起こせて鉛筆を倒せる。やってみよう。長押ししてこうやって溜めて離すと、いやでもな、どうなんだろう。あれ？いまいちわからないな。お、召喚したよ。じゃあキランってなった時に Y を離すと、 Y で溜めて溜めてキランってなったところで離すと、うん、20ポイント入るんだね。はい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 。あ、すごい抹茶コーペンちゃん、さすが。まずいぞ、負けてる。はい、キランってなったところで、うん、20ポイントを着実に稼ぐか。これ8とか、あなんて綺麗。おらおらおら、うん、難しいよねやっぱりこれ。いまいちわかんないな、何が正解なのか。シュッシュッって言ってますね。どうだどうだ、ここで少し、こんな難しい、ここか。あーやー待って、抹茶コーペンちゃん強すぎませんか。420だった。あ、すごい、今いちごミルクコーペンちゃんうるうるしてた、かわいい。ふん、やるではないか。今からなる幼き鳥にしてはやるじゃないか。かわいかったな今。あ、写真撮ればよかった。いや楽しいな、すごい、とってもすごいよ抹茶コーペンちゃん。うん、やったね。じゃあ花丸スタンプ、えながちゃんの花丸スタンプをもらいました。一つか、ああ4つ。まだまだ先は長いんだよね、こうやって見ると。ああ楽しい、楽しいというかなんか癒されるよね、その特別なんか熱中するような楽しさではないんですよね、花丸日和じゃなくて、この一緒に遊ぼうコーペンちゃんって。そうじゃなくて、なんか楽しさと癒しが見事にこう
なんていうの、シンフォニーしてるって言ったら違うか合わさっててね、綺麗にこう調和しているというか、うん、なんとも絶妙なハーモニーですわですわあ、ちょっと待って、じゃあ時間がね、今回もまた長くなっちゃいそうなので、今回はえながちゃんのミニゲームをやって終わりにしましょう。まあやったからね、終わりにしましょう。次回はまた、何しようかはちょっと決めてないですが、またのんびりとやっていきたいと思いますので、今回のパートはこの辺で終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次のパート、もしくは他の動画でお会いしましょう。